ホググは応援しています。未来で活躍するあなたの姿を。厳選された癒しが簡単な操作でもっと近くに、誰もが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、今日も一人一人の疲れに寄り添っていきます。ホググ肩から本当すごい硬いですね。そうなんですね、痛いですね。痛いですね取っちゃいたいぐらいですよね。右の方が硬い気がしますね。しっかりこう筋肉の奥に響くような、なんかそんな印象を受けて、芯からこう体がこう柔らかくなっていくのをすごく実感できたかなっていうふうに思ってます。最初はインスタグラムの広告を見てホググを知りました。もともとホテル専属の出張のセラピストをさせていただいたことがございまして、ホググの広告を見た時に、まさに今まで欲しかったものが全てホググにあるなと思いまして、登録しようと思いました。はい、私は登録したのは結構前なんですけれども、その時は担当の方がいらっしゃいまして、最初から最後までサポートをいただいて、すごくスムーズにできました。普段から結構方向音痴なので、道に迷ったりとかしないかなっていうところがちょっと不安で、そこですね一番は他は大丈夫でした。電車移動が多かったんですけれども、マップを2つ併用で使ってみたら分かりやすく、たまにちょっとマンションの裏側とかに連れて行かれることがありますけれども、まあ慣れれば、あ、そういうこともあるんだなと思って、入り口を探せばすぐ見つかるようになりました。現在は小さなリラクゼーションサロンを経営しているので、空いている時間だったり休みの日に登録をさせていただきまして、スケジュールが空いているところで予約が入ればそのまま入る感じで利用しています。自分自身で考えて動かなきゃいけないこと、臨機応変に対応しなきゃいけないことが多いので、自分で考えて行動するようになりました。それが習慣にもなりつつあります、はい、店舗での勤めとは違いまして、自分で全て用意して主導権を持って動かなきゃいけないところがあるので、自分の能力を伸ばせるところ、あと自分の潜んである能力とかを引き出してより上を目指せるところがホググのいいところかと思います。普段より丁寧に細かく分かりやすくを心がけています。施術をするときにお客様と自分の感覚をリンクするように、お客様が今押されるときにどんな感覚なのかっていうのを想像しながら施術をするんですけれども、そこが最後にお客様の言葉でぴったりハマったときがとてもやりがいを感じるところですかね。思った通りの施術ができた、満足していただけたっていう、感覚がとても喜びになります。そうですね、今リラクゼーションの仕事をされる方で結構独立を考えたりとかする方も多いかと思うんですけれども、店舗を始めるっていうところよりは手軽にできますし、すぐにできることなので、登録さえしてしまえば自分の能力を試すことができたりとか、
できることをすべてするような感じですね。割と自由ですので、あとスケジュールも自分で決めることができますので、あんまり躊躇なく気軽に始められるものだと思います。なのでちょっとでも気になるのであれば、まずは登録を考えて申し込んでみてはいかがかなと思いますね。まずは始めることからスタートですので、あとは考えながら自分でも工夫をしていきながら徐々に良くしていけばいいかなと思います。まずそれぐらいの能力があれば挑戦するのが一番いいんじゃないかなと思いますね。技術面ではお客様側の気持ちになって、嫌なことがないか、無理やり力を入れたりとか、後で揉み返しになるようなやり方をしていないかっていうのをメインにしております。あとは結構やり方は今いろんな、理論だったりとか技術があるので、それがぴったり合う方はどこかにいらっしゃると思うんですね。なので安全面がまず第一なのと、お客様が嫌な思いをしないのを考えて見ています。エリ様、本日お辛い箇所はどのあたりでしょうか？まず首と肩ですね。パソコンとかスマホでの作業が結構多くって、はい、この右手のこの辺の筋肉中心に全部このあたり来てる感じがあるのと、はい、たまにちょっと腰あたりもすごく痛いわけじゃないんですけど、結構張ったりっていうのを夜寝るときベッドでちょっと感じたりします。はい、特に寝るときにお辛い感じなんですね。はい、はい、そうしますと多分一日のお疲れが腰に溜まりやすいのかなっていうのと、目とかもやはり疲れるんじゃないですか？はい、おっしゃる通り、はい、目の奥頭痛とかも、はい、はい、あります。あ、辛いですよね。はい、では腕から肩、首、あと目の疲れもあるってことで、あと腰も重点的に入れながら手術をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。触れてほしくないところはございませんか？特には大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。あとは傷とか怪我など半年以内にあったりとかはございませんか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。手術に関するご要望などございませんでしょうか？そうですね、ちょっとくすぐったがりなので、はい、最初だんだん強くしていっていただけると、はい、体が慣れていくと思います。はい、はい、かしこまりました。では最初はちょっとこう弱めからスタートして、あと徐々に柔らかくなってから重点的なところをやっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、途中でまた何かございましたらすぐ教えてくださいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。では始めさせていただきます。途中で暑い寒い何でもいいのでおっしゃってくださいませ。はい、失礼します。首の後ろ結構出っ張ってますね。はい、結構下を向きっぱなしとかそういう方ですと、うん、首の後ろがどんどん出ちゃったりとかすることがありますね。と帽子圧入れます。
強さいつでも変えられますが、今はどうですか？すっごい気持ちいい。ありがとうございます。では最初はこれぐらい優しめから始めていきますね。はい、肩からもう本当すごい硬いですね。そうなんですよね。鉄板みたいです。鉄板みたいですね。取っちゃいたいぐらいですよね。ちょさん大丈夫ですか？これぐらい。はい、もうすごく気持ちいい。はい、ありがとうございます。今まで施術を受けて気に入ったやり方とかありますか？気に入ったやり方、はい、そうですね、はい、あでもなんか、はい、どの方もすごい気持ちいい。あ、そうですか。そしたらはい、よかったです。でもなんか、はい、肩甲骨周りとかほぐしていただけると。あ、はい、はい、すごくすっきりしたなって終わった後に思うかもしれないです。わかりました。では後で肩甲骨周りもやってきますね。ありがとうございます。腰も結構硬いですよね、このあたりも。そうですよね、はい、結構パソコン作業が続くときは8時間とか、はい、8時間ですか。はい、そう、話のこととかもあって。あ、そうなんですね。そしたらお尻周りもしっかりほぐした方が良さそうですね。ありがとうございます。ちょっと硬いので痛かったら言ってくださいね。はい、気持ちいいです。ありがとうございます。普段運動とかされますか？運動すごく苦手なんですけど、はい、1日1万歩は頑張って歩くようにしてる。あ、そうなんですね、すごい。だからなんですね。足結構細い方なので足しっかりされてるなと思いました。確かにふくらはぎすごく張りやすいですね。痛くないですか？はい、とても気持ちいいです。
この辺ゴリゴリしますが痛くはないですか？はい、すごい気持ちいい、ちょうどいいです。 ありがとうございます。どれぐらい硬いと、はい、どれぐらいほぐれる、完全にほぐれるまで時間かかるんでしょうか？一回の施術ででしょうか？何回も通うことで。あ、そうですね。特に硬いっていう時期は週に1回とか、ちょっとこう改善したいっていう感じだったらおすすめなんですけれども、もしちょっとずつとか、そこまですごい凝ってるわけじゃないのであれば、ご自身の中でですよ感覚的に、あ、今はそこまで凝ってないかもっていう時は月に1回メンテナンス代わりに施術を受けるといいかなと思いますね。はい、ありがとうございます今はどうですか？すっごく気持ちよくて。大丈夫ですか？めっちゃ美味しそうです。はい、ありがとうございます。肩甲骨周り、この辺はそんなに硬くないんですけれども、うん、腕ですね、腕にやはりちょっと凝りがある感じはありますね。わかりました。本当だ、すっごくそこ効きましたそうですよね何かを持つっていうところで、この辺りは凝りやすいですよ。腕を後ろに動かしますね。はい、こちらに置きます。タオル乗せていきます。痛いところございませんか？大丈夫です。大丈夫です。手のひらとか施術を受けたりとかしますか？あんまり受けたことないんですけど、はい、でもすごくそこも効いてる感じがしますそうですね、結構手のひらにも、反射区とかもいっぱいありますので、手のひらもついでにちょっとほぐすとよりこう楽になる感じにはなりますね。痛いところあったら教えてくださいね。はい、
前の方ですか？後ろのそこです。あ、ここですね。ここは、はい、かなり硬いです。加減大丈夫そうですか？最高です。あ、よかったです。右の方が硬い気がしますね。そうですよね、はい、なので、はい、右でスポーツすることが多くて、人によってはこの横が痛い方がいらっしゃるんですけれども、大丈夫そうですか？いや、私も痛いです。痛いですか？どうしてもやはりあの腰っていうと後ろ側が気になる方がほとんどなんですけれども、実は横側も結構硬くなっていることが多いんですよ、はい、特にあの座りっぱなしとかそういう方はそうなんですけれども、後ろばっかりじゃあ、 あの解決できないお疲れとかも、はい、ございますね。そこすごい。でもすごく大丈夫ですか？はい、はい、この辺はやはり座骨神経があの通るところなので、座りっぱなしですとあの圧迫されて痛みが出やすいところではありますね。右側ちょっと強めいきます。これぐらいの圧は大丈夫ですか？
はり右側の方がすごいですね。これが取れづらい状態ではありますね。この辺もあまり動かないの分かりますか？すごいちょっとも盛り上がってますよね、凝りすぎて。そうなんですね。これも頑張ればできるものですか？あ、体はやはりこう生きているものなので、はい、気をつけてケアをすればこういう感じのお疲れは取れますね。これを知るか知らないかっていう間違いから大きく分かれるんですけれども、どこにお疲れがあるかとか意識してちょっとこう姿勢を気をつけようとか、そういうことだけでもそういうのって日々のことなので、日々の意識が違うだけでも全然違ってきますね。分かりました。の首のところも、はい、ちょっと下を向いて作業長かったなっていう時はちょっと上を向いてみたりとか、はい、首を回してみたりとかするかしないかでは全然違ってきますね。分かりました。はい、
れ様でした。本日はお疲れ様でした。ありがとうございます。右側寄りにお疲れが結構溜まっている感じで、おっしゃったようにスマホだったりとかパソコン作業が多くて、目から首、肩、腕までお疲れなのと、あと腰周りですね、腰も右側が結構硬かったです。あとお尻周りまでお疲れが溜まっている感じがありましたね。はい、あとお話は出てないんですけれども、足周りも結構むくみだったりとか冷えもあった感じですよね。なので全身のお疲れでした。はい、なので普段から足を組むとおっしゃってましたので、意識をして反対側も組んでみたりとか、先ほどもお伝えしましたけれども、寝る前が一番いいんですけれども、横になってお腹に手を当てて深呼吸をするのって結構いいんですよ。ストレスを軽減したりとか、眠りづらいっていうことで眠りが深くなったりとかっていうこともありますので、あと結構忙しい方って意識が外ばっかりに行って自分自身に向かないことが多いかなと思うんですけれども、ご自身の中に意識を向けることによって普段気づかないようなお疲れにも気づくことができますので、よかったら寝る前の10分ですね、習慣つけて深呼吸をしていただければと思います。わかりました。これは私が30代前後の時に体力がなくなっているっていう経験があったんですけれども、その時に一番最初に実践したのが深呼吸でして、そこから徐々に体調が良くなったっていう経験があるんですよ。なのでぜひ同じように元気になったら、もっとこう楽な体調がいい日が多ければいいかなと思いますね。はい、深呼吸だったら確かにすぐ始められそうなので、ちょっとやってみます。はい、よかったらぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。まずびっくりしたのが、単純にこの指圧されて気持ちいいっていうだけじゃなくって、しっかりこう筋肉の奥に響くような、なんかそんな印象を受けて、今まで受けてきたマッサージですとかエステとはまた何だか全く違うような感覚で、なんか芯からこう体が柔らかくなっていくのをすごく実感できたかなっていうふうに。